解雇というか最初はですね、メキシコに行くっていう話聞きました、うんうん、メキシコで、無期限の海外遠征。メキシコ多分全く正反対のプロレスをして帰ってこさせる予定なんじゃないですかね。多分な行かないなと思ったんですよ。長州襲撃事件にしてもなんかあの頃の天竜革命で UWA がくすんじゃったんだよ、うん、やっぱり人気もどんどん取られてダメになっていて、確かに最後新日本プロレスの選手と UWA の選手をタッグで組ましたりとか、とりあえずは天竜革命よりもこっち向けさせなきゃいけないと思って、で天竜革命って何かなと思って輪島天竜戦よく見たら、なんか輪島さんの頑丈さにすることでガンガンやってる、あんな極端なことはできないだろうけど、あれよりももっと面白くて、そういうことで、まあ、長州さんというか吉田さん相手だったというのが、私からちょっとさ、半分健康主義に見えるような感じでやったんで、なかなか乗ってこなくてさ、その試合は、ね、自分実は見てないですね、うん、謹慎中でした。なんで六本木です。なんで喧嘩です。誰と全然わかんないですよ。あ、なんか鈴木と二人で、はい、ロッキーで暴れてどう思う、それで謹慎中なんでちょうど見てない、先輩たちが言って、今日前さん大変なことしたよって聞いて、長州さんの顔を蹴ったんだというふうには思ってます。例えば前蹴りじゃん。だけど ローキック2秒ですかね。全然腰も入ってないですか。長州さん知らないですよ、わかんないですから、びっくりしたんじゃないですか。よくでもあれ失神しなかったですね。いや力抜いてるもんだけど後ろ怖いですよ、俺受けれないですね、そんな。おでこ蹴りに行ったんだよ。おでこ蹴りに行ったら、合図でしょ、おでこ蹴りに行ったら、下向いちゃったんだよ、プロレス道自体が分かんないですね。いろんなスタイルがありますが、アメリカンプロレスからしてみたら、もう絶対ないことだと思うんですけども、昔、まあ、それこそ自分が前座でやった頃とか、変な話、何でもありだったんで、本当に何ですかね、やったもん勝ちの時代ですね。猪木さんというのはプロレスを根本から変えようって思うような気はあったんですよ。確かにあったから、試行錯誤中だったんじゃないのね。でだから若い選手に対してなんかあんまりって言わなかったんですよね。特に山本さんがブッカーやってる方が本当に余計なことで全く言わなくて、結構前座って考えてたんじゃないのね。